杉浦翡翠像、黒田清照筆、杉浦翡翠は、近代日本のグラフィックデザイナー。本名、杉浦朝竹。杉浦は、日本のグラフィックデザインの黎明期より活動し、商業美術の先駆けであり、現代日本のグラフィックデザインの礎を築いた、人物の一人として重要である。1876年愛媛県松山市に生まれる。 東京美術学校日本画専科卒。当初日本画家を志し史上派の画家、松浦岩尾明に指示。1897年の上京後は、川端玉章に指示し、東京美術学校日本画専科に入学。この東京美術学校在学中に、洋画家の黒田清照より、洋画や欧風図案の指導を受け、図案家へ転校する。同校卒業後は、 大阪さんは印刷所に勤め、図案部主任に就任。しかし、翌年同社図案部解散のため退社。この頃から雑誌の表紙などでモダンな欧風の図案を発表し、話題を集める。1904年には、教諭として、島根県立第二中学校教諭へ赴任。翌年、再び上京し、東京、中央新聞社に入社。1908年、 三越五福店の食卓デザイナーとなり、三越タイムスの表紙を担当する。1910年には、三越五福店の図案主任に抜擢され、中央新聞社を退社。1911年、雑誌、三越を発刊。1913年、外国向けの公式ジャパンツーリスト英文日本案内パンフレットの想定を手掛ける。1921年、 日本美術学校図案加工士、飲料メーカーカルピス社の顧問となる。1922年、絵画・図案研究目的でヨーロッパへ留学。1924年帰国し、ポスター、創作図案研究団体、7人社を、杉浦筆水、荒井泉、久保義郎、須山博士、小池岩尾、原万助、岸秀夫、野村昇ら7人で結成し、同年に、 1> 第1回の展覧会を三越にて開催。この頃からドイツの近代美術表現を取り込む。1927年、月刊ポスター研究雑誌、アフィッシュ。この頃に地下鉄開通のポスターを制作。1929年、帝国美術学校図案課長に就任。大倉省専売局の食卓として、翌年からタバコのパッケージ図案を任される。 1937年、全日本商業美術連盟を結成、委員長に就任。1934年、三越を退社。1935年、同盟休校事件によって、帝国美術学校を辞任し、帝国美術学校の創設に参加する。同校の校長、図案家主任を兼任する。1955年、日本芸術院恩師賞受賞。 1958年、シル法賞受賞。1965年、ク四等旭日賞受賞受賞。妻、杉浦水子は、荒ぎ派の歌人で、旧姓岩崎。福沢桃介は、妻の兄にあたる。ありがとうございます。